はい、続いてバサラダーツ睡蓮でいいんですかね、これは。はい、睡蓮ね、これもまんまね。今回出た4タイプ、何タイプだ、5タイプ、はい、5タイプの中で、僕が、おすすめするのは、万人におすすめするのは一番最初のみやび。まあ万人でもこれいいんじゃないって言って、うん、すごい、例えばなんていうの、月見バーガーうまいよみたいな、まあ、まあまあ万人が好きだろうみたいなのはみやびだし、の中で今日例えば持って帰ってくださいって言われたら持って帰るのは僕はこれです。ついでこれがね、本当に何ていうの、必要な部分にだけカットがあってっていう感じで、あの見た目美しい、そもそもが、うん、うん、綺麗だなっていうバレルだし、うん、俺が一番最初にバサラっていいデザインするなって思ったのも、ここのメーカーって、うん、アウトラインの綺麗さっていうのが意外とあったから俺は好きだったんだよね。その曲線を曲線として見せるっていうか、本当はね、工場がすごい嫌がるようなことを、うん、そのデザイン重視にしてやってきた、さらに値段帯的にも比較的非常に、安価なモデルっていうので、すごいコストパフォーマンスが高いっていうので、僕は好きなメーカーで、それをやってきてくれたのがこの睡蓮かなっていう、うん、だからそのバレルとして、そのまあまあ変な話、ここまでインプレ散々僕もやってるし、うん、自分でもうね、もう何十年近くバレルやってきてるから、マニアなわけですよ、うん、でマニアの中でコレクションしたいなって言ったらやっぱこの睡蓮なのかな、うん、っていうのは変な話、これね、これだけは、うん、この睡蓮は僕は好きだから言いたいんだけど、これね、使いこなせる人にとったらたまんないんですよ、うんうん、これ決してね、初級者とか、申し訳ないけど中級者とかは結構きついバレルだと思うんだよね、うん、この良さを引き出せないというか、やっぱあるじゃない、そうやって上級者モデルっていう、うん、っていうか、抜きが分かってて、自分の手の離す感覚が分かってて、どういう風にラインを追えるかっていうのが分かってる人にとってはこれで十分っていう感じ、うん、だからすごい僕はこの睡蓮っていうのは逆にこれを使いこなせるっていうのがかっこいいなっていう感じがする、うん、だからこの睡蓮を元にして、また他のメーカーでもそうだし、まあ僕自身もそうなんですけど、うん、ちょっとね、こう上級者モデルっていうのをそろそろ作っていってもいいんじゃないか、うん、ノーグルーブになるわけじゃないのよ、それが。でもそれで、ね、ノーグルーブっていうのも変な話、ブルースターが考えた話であって、うん、要はこれ正式名称ないじゃないですか、うん、カットがないっていうモデル、うんうん、ツルツルモデル、うん、ケーポンモデルですよあ、それは頭か、こうツルツルした感じっていうので、最低限の必要なだけのカットっていうのは意外とこれから流行ってきてほしいなっていうのもあるし、俺もそろそろやりに行こうかなっていうと言ってね、全然違うことやるからね俺ねみんながそっちにシフトしたら反対行くからね俺ねっていうのはまあいいとして、投げ感的に文句なし、うん、非常に好き、うん、で、なんていうの、これはね、本当に使ってるやつはかっこいい、うん、これ使って入ってるやつはかっこいいと思うね、うんうん、そこそこ、それこそ、まあ、別にそんな19、うん、みたいなプロレベルじゃなくても14、5とか15、6、あ、まあ14、5じゃない、15、6、あ、15、6だな、売ってる15、6以上でこれ使ってて入ってたら結構かっこいいかな、うん、俺の中ではね、うん、思いますね、これ。